皆さんこんばんは。いやはい、というわけで本日も始まりました。火曜日22時から NGC エリアウェアアルファ生放送シーズン2ということで、お相手電波組古川みりんでございます。今日もよろしくお願いします。もう鼻声じゃないです、だいぶ治りました。そして江戸さんのふみちの江戸さんです。やっほー。まあみんなのアイドル江戸さんでございます。はい、そうなんですか。知らない。ちょっとアイドルが2人もいますよ。うん、でそうなりますね。あらまあ、いやもう秋葉原いっぱいこう歩いていくたびにこういるから。電気街祭りという、 そう、ね、なんか秋葉原のお祭りみたいなキャラクターになっておるんですけれども、うん、でもあんだけ写真がいっぱいあっても、うん、全然バレないもんですね。本当にもう本当にね。バレないの？秋葉原バレるんでしょ。パーッと歩いてても、うん、なんもないですね。本当になんもないです、ね、私よく見つかりますよ。でも江戸さんそんなことで、まあ、赤いからね。で、あ、江戸さんやっぱり赤いんだみたいなことをツイッターでつぶやかれる。なるほどなるほど。私もでもまあ言い訳じゃないですけど、言い訳すると、はいはいはい、ちゃんとこう、うん、ツインテールとかしてると分かられますよ。そのね、格好がそれになってるとシルエットがやっぱツインテールで覚えられてるみたいで。はい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 、なるほどね。はい、そういうことか。この前、うん、道歩いてたら、はい、後ろでアイドルの話をしてる男の子2人組がいて、ほうと思いながら歩いてて、ちょうど電波の PV が流れてるお店の前を通ったんですよ。はい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 。そしたら、うん、あ、俺電波組ドットインクも好きだよとか。ちょっと違うと思ってちょっと違うなと思って。うん、分かる。俺も一番最初そうだと思ってた。まあ、ですよね、うん、ドットね。でも顔が似てて誰が誰か分かんないんだよなとか言って、あ、そっか、ごめん、確かに黒髪は見分けつかないよねとかいろいろ思いながら思いながらね、真後ろをこう歩きましたね。うん、はい、なるほど。そんな電波組インクです。はい、江戸さんでございます。そしてこの番組もう一方進行してくださる方がいますんで、ご紹介したいと思います。はい、進行お願いします。皆さんこんばんは。うん、ボイステキストのショーです。はい、今夜もよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。そういえばみりんちゃん、いい感じの T シャツ着てますね。あ、わかります。気づかれた。これ今ちょっとこれは電波のジャージを着てるんですけど、うん、これを脱ぐと、ね、パーン出たー。これはほいほいほい、そいつ泣くんですか。違う違う。いや、分かんない。泣き声あるんだと思っちゃって。今初めてつけたけど、これはなんというか、翔くん説明とかあります？特にない。これはあれですね、うん、コフォイクス、コフォイクス T シャツあれですね、はい、なんだっけ、大忘年会、あ、 NGC コフォイクス総柄 T シャツです。総柄 T シャツ、総柄ってことは、うん、結構制作費かかったんじゃないですかね。あ、そっか、あ、プリント前だけとかじゃないからね。この辺とかもプリント入ってると相当高いんじゃないかなと思いますよ、これ。なるほど、うん、高かったらしいです。高かったらしいですよね。まあまあまあ、これあれですか、大忘年会で売られるやつ、売られるやつですよね。なるほど、これはね、うん、らしいんで、これでもこれ普通に着れる、着れる、大忘年会の物販で販売されます。これはこういう普通にね、白なんですね。でも可愛いじゃないですか、これ。これがいいと思いますけど、これだったら着れる気がするけどな。夏とかいいですよね、うんうん、多分赤いつなぎよりも全然着やすいと思います。まあ通常赤いつなぎ着てるのは本当に俺しかいない。うん、会ったことないもん。うん、10-0で着やすいと思います。10-0でね、うん、そりゃそうだよね。どっち選びますかって言われたら、うん、そっちの道を選びますよね。はい、うん、なんで、まあ、大忘年会ツアーじゃなくて、はい、ツアーじゃないですけど、大忘年会ツアーってどんだけやんの。電波と混ざりました今。はい、大忘年会で販売されるということですので、はい、ぜひ皆さんお楽しみにということで。もうすぐ本番ですよ。そうです、もう本当にあと、あ、12月入ったからあと1週間ぐらいですな。1週間っていうか、もう5日ぐらい、6日だから。って言ったね、何それ。どうしよう、それは何、うさぎなのか、なかなかそんな、あんま電波以外のイベントって出ないんで、はい、ああ、なるほどね。一人では。そっかそっかそっか。基本的にはそうですよね。イベント、そっかそっか。あんまないです。生放送とかあるんですけど、うんうんうん、なかなかそう、皆様の前でこう直接立つのは初めてなんで、初めてというか、あんまないんで。チケットなくても物販だけ来場できるので、ぜひゲットしに来てほしいですね。そうですね。そうなんですよ。あ、そうなんだ。チケットなくてもこれ、あ、物販は。物販の
事前物販的なものが買える的な、うん、そういうことです、そういうことです。なるほど。なのでちょっとそこはちょっとあの立ち見えのみんながね、りんちゃんの胸がなんちゃらかんちゃらみたいなことをずっと言ってるんでね、何が、本当にやめてくださいね、本当にやめてくださいね、ちょっとバンしますか、バン、うん、バンできんのこれ、翔くんそんな権限あるんだ、やめてくださいね本当にもバンされっぞお前ら、やめてください本当に、セクハラダメだぞ、アリーナからこれ、うんうん、D A B C D とか D とか B とかいっぱいありますけど、 E もありますけど、ね、見えてるんでねちょっと気をつけてください、はい、バレますよ、うん、本当にそうよ、バンされますよ。あれ翔くんは大忘年会はいらっしゃるんですか、翔くん、あ翔くんがね、うん、翔くんはどうなんでしたっけ、いらっしゃりたいんですけど、いらっしゃりたいんですけど、うん、だから丁寧語なのか何なのか、うんうんうん、どうなんですか、実家に帰ってまして出れませんでした、実家があんの、出れませんでしたってなんか過去形になってますけどちょっと日本語おかしいですよ、翔くん実家どこなんですか、翔くんの実家を聞いていく、まあ、ちょっと予想外でしたね、うん、うん、それはちょっと広大なネットの海を、あネット、なるほど、さすが、まあそうか、実体なき感じの人、ネットはこう、うん、ネットはね広大ですからね、でも翔くんは来られないということなんですけども、うんうんうん、まあ、翔くんのお気持ちも背負って、はい、大忘年会行きたいと思うんで、来られる方どうぞよろしくお願いします、よろしくお願いいたします、というわけで今日やるゲームとかのそういう説明とかはどうしましょう、翔くん行けたりします、翔くんがということで、うん、まずは番組の説明をさせていただきます、はい、この番組はエイリアンウェアから発売しているパソコンとゲーム機が融合した真の次世代コンソールゲーム機エイリアンウェアアルファを使う、うん、ん？寒くないですか？なんで突然？あ、まだ、あ、なんで急に、あ、今ね、あ、そう、脱いだから。ごめんごめんごめん。そうそうそう。みりんちゃん寒くないですか？さ、すぐじんましが出ちゃうんですよ、私もう。え？なんかね。あ、なんかツイッターで見ました、そういえば。さっき、はい、パン食べたら体温が上がるとね、もう。かゆくてかゆくて、俺もアトピーあるか分かりますけど、私もこの番組はエイリアンウェアから発売しているパソコンとゲーム機が融合した真の次世代コンソールゲーム機エイリアンウェアアルファを使ってSteamに存在するさまざまなゲームを次戦他戦問わず自由に選んでプレイしていくという番組です。プレイしてほしいタイトルの募集も行っておりますので、ぜひ運営コメントからご応募ください。お願いします。また最長でも4回でタイトルを変更していきますので、うん、必然的に様々なタイトルをプレイすることになります、はい、継続か終了かの判断はプレイヤーのお二人と視聴者の皆さんのノリ次第ですが、仮に本日プレイするタイトルは今回で終了ということになった場合、はい、番組最後に次にプレイするタイトルのアンケートを実施しますので、はい、ぜひアンケートにご協力ください。お願いします。お願いします。まあでもあれなんですよね、うん、今日うん、ラムラーナもう4回目という噂がフルでやってますよね。つまり今日はアンケート確定です、そうなんですよ。もっとやりたい。いや本当クリアすると、うん、までやると、うん、あと多分半年以上かかる2クール、うん、割とマジで2クールで終わったらいいなぐらいだと思います。2クールアニメぐらいに、このポンコツ2人だと。でも、うん、先週ポンコツは2人だけではないってことが分かったんですよ。え、2人だけじゃないの？翔くんも思ったよりポンコツだったから分かったので結構3人でポンコツなことをボーって言ったので、ね、確かにね、うん、そうありました、ありました、言いまして、はい、私たちだけじゃないですよ、うん、そこは安心してください。もう今日は余計なこと言いません。怒られちゃった、ごめんね翔くん、忘れちゃった。いやいや、反省したんじゃないですか、ちゃんとこう、うん、それでは約1時間最後までよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんでと今日は私、うん、ちょっとコメントをなるべく見たいなと思うんですけど、どうすか。あ、いや 見るのは見るで、よかったらコメント皆さんはなんかいい感じのヒントをバーッと出してもらえるといいかななんて。まあまあまあ、どうです、うん、どっちみちだと思います正直。ほう、どうせ最後だからヒントガンガンもらっちゃいましょうぜ。そうそうそう、でやれるとこまでやるっていうので OK だし、ただ やれるとこまでやるんだけど、うん、どっちみち操作がどうとかに関してはヒントもらっても変わんないので、まあまあまあ、うん、まあ、でもだいぶみんなの助けがあることによって、うん、この3週を覆せるぐらいの進み方ができるんじゃないかなと思うんですよね、うん、私は。それフラグって言うんですけど、ね、確かに。ということで、はい、みりんちゃんと江戸さんで一緒に、はい、ラムラーナを楽しんじゃってください、はい、じゃあいます。それではゲームをスタートしてください。はい、なんでじゃあゲームいきますか。コメントの皆さんぜひヒントをください。はい、ヒントね、
ヒントコメントよろしくお願いします。はい、答えよりはヒントの方が面白い。なんかいかにいいヒントを出せるか。それでは約1時間最後までよろしくお願いします。なんかこうこのなこのなんかやってる人たちが、うんうん、こううまくひらめいたって言わせるヒントを言わせた俺すげえみたいな。そうそう、あーなったら大正解みたいな。そうもろそのままじゃなくてみたいな。はい、どうぞ。あーどうも、はい、でも全コメント見えてますんでよろしくお願いします。そうですね、そうプレイヤーの胸次第ってこと。胸次第は関係ないし、関係ないし、もうあの立ち見 A を全部バン、全員バンだぞ、全員バンこのままだと、うん、じゃあちょっと画面失礼しますね。あーはい、どうぞ、行きましょう、うん、はい、行きましょう。本日もラフラーナ、今日泣いても笑っても最後ということで、うん、はい、早速みちびこの謎のセーブファイル4つ1時間27分しかやってない。もう3時間はやってるはずなんですね。おかしいですね、3時間やってる。はい、来ました。はい、来た。ここから結局変わり映えがないですね。今のところね、絵的なものは何も変わってないですよね。これ何やったんですか。何前回までのあらすじとかは何あらすじ、うん、ね、うん、アンク2つ目取ったよね。取りました。取った。ホラガイ、あ、ホラガイはある。うん。で、杯だ。あ、聖杯だ。聖杯。聖杯で。そう、ワープができるようになった。そう。で、導きの門は、うん、多分、ある程度はやれたはずなんで、なるほど。もう、行っちゃいます？行っちゃう。死んで、あ、でも導きの門のボスを倒してないのか。っていうか、あれがボス部屋だったかどうかも分かんない。なんか一箇所、そう。最後行ったれと思ったら何もなかったってこと。何もなかったとこあったんですよ。あれ、何もないのかな？そこが問題ですね。そこは分かってないです、まあ、とりあえずあとこの謎の宝箱ね、うん、行って。条件が満たされていないから出ないっぽいですよ。やっぱそうだよね、そういうことなんだよ。あの、あそこに行くと絶対ボスは出てくるんだけど、うん、何かを解いてないから、うん、ってなった場合で、ヒントはそれこそコメントでも言ってるけど石板なんじゃないかっていう話なんだけど、出しました、うん、そこまでもう、うん、たどり着けるか怪しい。どうやって行くんだっけ、あそこ。下の方に行ったのは間違いない。危ない、うん、普通に出てくるね。あ、いや、そこ絶対引っかかる。そこの謎も解けてないんだよな。あれ解けたんだよ。あれ、いや、解けてない、解けてない。あ、そっか、そう、あそこを横から開けちゃって。あ、そうだ、あーあーってなったんだ。そう、まだあの宝箱は取ってないけど、これも分かんねえな。これコーブル全部倒しましたよね、確か。うん、倒した。ただここってヒントないんだよな。でここも違うルートからっていう噂がありますね。あー、なるほどね。下からとかか。ここは下からと書いてる。うん。下からって。そうだ。あの、一方通行の階段が、うん、はしごがあることが結構あったんで、下から行くんだ。うん、ここの下ってどっか行くの、うん、どこってエリアが変わっちゃうやつなんで、やっぱ左ですね。こっちは違うのかも。うん。ちょくちょく読んでいくしかないかもしれないですね、うん、でこの宝箱